こんにちは、がちゃんです。今日は個人的なちょっとしたお知らせだけをさせていただきます。少しの間だけですけどもお付き合いください。実は8月終わって9月になったら北海道に行こうかなって、むっちゃんと予定してたんですけど、何人か北海道にお住まいの方にはお知らせをしていて、北海道でもし一緒にキャンプとかできたら嬉しいなーなんて話してたんですけど、実は、むっちゃんがね、常に病院行ったりとかしているところで気にかけてはいたんですけど、実は自分が今度手術をすることになってしまって、驚いたことに口の中に、白板症、白い板の症状の症って書くのができてしまって、話によると、それが進行していくと、場合によっては舌がんの可能性があるので、今のうちに取りましょうということで、取る手術をすることになりました。で、それが1箇所だけではなくて、いくつか、2箇所なのかな、今のところ2箇所っていうふうに言われているので、多分1ヶ月に1箇所を切除して、病理検査出してみたいな流れで、多分2回すると、多分2ヶ月、完治するというか、回復するまでは多分3ヶ月とかかるのかな、と思っているので、ちょっともうそうすると冬に入ってしまうので、北海道入りが今回は厳しいかなということで、ちょっと延期することにしました。まだね、行けていない四国とか九州を、北海道の後にしようと思ってたんですけど、北海道の方を後にすることによって、四国とか、九州の方を冬のタイミングに行きながらお邪魔しようかなと思っています。すでに、何人かの方には、北海道の方には行けなくなってしまう旨もお伝えはしておりますけれども、もしお伝えをできていない方いらっしゃいましたら本当に申し訳ございません。本当にまさか自分がそんなことになるとは思わなかったので、ちょっとでも口気になったら、見てもらうなんてことをしながら、うまくこうならないようになってもらえたらなっていうふうに純粋に思いました。なんでかっていうと、実は口の中に口内炎みたいなのができてたんです。で、歯医者さん行った時に、口内炎できてるけど多分すぐ治るよって軽く言われてたんですけど、で、ちょっとお腹周りがちょっと湿疹が出ちゃったので、早めに治したくて塗り薬をもらう気分で皮膚科に行ったら、口の中もちょびっと見てもらって、そしたら可能性があるのはその白板症の可能性がすごくでかいから、病院もう紹介状書くからって言われて、病院行ってって言われて、町のお医者さんの皮膚科から病院に行って、こういうことになりました。口内炎って正直身近じゃないですか。なんですけど、そういったところでも、もしなんかなかなか治んないなとか思ったら、本当に見てもらうのがいいのかもしれないです。ちょっとした僕のことですけど、皆さんの生活にも口内炎ってやっぱ出てくることってあると思うので、もし気になるようなことがあったら、ぜひ、かかりつけのお医者さんとか、ちょっと違うところに行ってみるとか、セカンドオピニオン的な、少しでも皆さんの健康になればなと思いまして、今回動画にさせていただきました。ちょっと、台本全くなしで話をしているので、全然話がまとまってはないんですけど、まず一つ目は、北海道行けなくなっちゃって、延期になってしまって、ごめんなさいということと、二つ目は、白板症っていうのも、口内炎から始まっているので、そこから、皆さん、気をつけてくださいというところです。取り留めのもない、今回でございましたが、これでいいねってどうなのかなと思うんですけど、ぜひいいねとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは、がっちゃんでした。さようなら。